くしゃみだけです。そしてご飯を食べ食べ配信だよ。チンしたから熱々。こんばんは。わかんない、ほこりかな。この部屋で自主練してたらなんか急に来た。ポケモリ罰ゲーム最下位やん、イコール最下位やん。波動行ったんですか今日。楽しそう。チンしすぎたかな。ラック野郎さん、鉄道のエイトさん、ハートありがとうございます。疲れすぎて死にそう。生きて、私のためにありがとう。パワーワード、私のために生きて。いや、ビリーブ、髪の毛どうした？ビリーブ、髪の毛どうした？なんか角生えとる、めっちゃ。ちょ、ひろゆこさん喋らないでほしい。ひろゆこさん喋るとバンされるから。男の人が喋るとバンされちゃうから、ちょっとやめて。静かにしてそう、配信ショールームがバンされちゃうから、ちゃんと見れなくなっちゃう。ポッケムリ全然髪の毛遊んでない。ワオライブで見たいけど、ひろゆこさんの声が入るとショールームがバンされちゃうので。すごい、回線カチカチだ。すごいカッカカク。みずみん出てないんだ、最終決戦みたいなやつ。なんだ、どっちにも投票してないけど。
スマホのユイリさんと目が合う気がした。スマホのハルピョンと目合って。トシさん、バンボシさん、ハートありがとう。あ、みんなもカクカクしてんの？うちだけじゃないんだ。なんだ、じゃあワオライブ側か普通に波動側の問題だった。強制アップでしてからおかしい。え、マジ今うち強制アップでしたんだけど、ショッキング。くるちゃんなんかもうそこにおる。おもろい、かわいい。まあビリーブ。はーちゃんもシールド結構使えるしね。ゆいりさんいるしね。でかっ、早っ。ここえ、ナイス、ゆいりさん。もうちょっと早く貼ってもよかったかも。シールドスピードがもう使われてる時点で。ナイス、ゆいりさん。今ビリーブと諦めたらってどっちがあれなんだろう。わあ、レミタン。もう気持ち、まあでも、うわあ、やばそう、やばそう。なんかいい試合してる。頑張れどっちも。うわあ、ビリーブが勝ちました。こうやって外で見てるとさ、わかるんだよね。いやもう気持ち早く晴ればよかったとか。でも中にいると全然わかんないんですよね。本当にわかるわかる。波動って今どっちが勝っ、どこが1位が私たちですよね。2位どこなんだろう。ビリーブ4位だったんだ。え、結構じゃあまたまた大混戦じゃない。ポッケムリ勝ち点21、補填速度が20になって、諦めたらが20になって、ビリーブが19。うわ、また大混戦きた。やめてくれよやめてくれよ、そんな混戦で渡さないでほしい。順位は変わらないけど、あ、変わるか、諦めたらが2位になった。私たちの順位は変わらないんだけど、でも勝ち点がめっちゃ差があったのが縮まっちゃった。ずっと1位だったチームが今日4位になって、4位だったチームが今日1位になったので、おもろくなってきた。
もろくなってきましたね、波動が。あ、次。そうやって考えるとドラフトってめっちゃ意味あったのかもね。こんなに均等均一に接戦になるって。うん。なんか補填速度に負けたくないから。てか補填は強いから補填速度と戦いたくないけど、補填のあのボールをうちのシールドで貫通させないっていうかっこいいスプレースタイルをしてみたいけど絶対無理めっちゃうまいから、補填ちゃんめっちゃうまいから無理、絶対無理なんだけど、やってみたいよねっていう願望ね。でもなるべく当たりたくない。今の若い子たちって怪我多いよね。やっぱり幼少期に外に出ちゃダメ、まあ出ちゃダメっていうか出ないじゃん都会の今時の若い子って、幼少期それが原因してんのかなって最近思う。17期18期結構怪我でみたいな多いじゃん。そう、骨が弱いんだと思う、きっと。うちなんて骨激強だから、うん、くしゃみそうでしょ、外で遊ぶ機会とかなさそう都会の子って。都会の若い子、今時の若い子っていうか、今時の若い子が幼少期だった時、うん、最終戦、波動の最終戦はいつなんですか。私たちの次が最終戦したらもう出れない。それとも5月3日の次また別日である、わかんない。そこら辺はデイ10で終わりなのかな。違うか、さすがに違うか、さすがにキャプテン出るか。じゃあまだまだ大丈夫。いいや、なんでもない。ごめん、聞かなかったことにして。哲也さん、志保さん、ハートありがとう。でもきっと、ヤホテが
午前中やめてよ。まあでも午後も絶妙なバランスですね。あれどこが強そうかな。いやーね、みんな怪我してる。17期18期そんなイメージ、なんか勝手にいっぱい多分いろいろ疲労とかで積み重なってるんだと思うけど、ホテもね、ドボン前さ包帯ぐるぐるで波動出てた時はさ、もうさどうしたと思ったもん。いやドボン前だから多分休憩しといた方がいいんじゃないって思うぐらいだったけど、それでもいや左でやりますかっけえと思って、さすが補填もかと思った。左でも強かったし、うん、怪我しないように気をつけます私は。うん、本当に怪我したらね、それこそ公演とかも出れなくなっちゃうし。でも私めっちゃ危ないんですよね、いつもなんかいつも自転車にひかれそうそうだから気をつけるねこれからも。公園出れない。ピョンちゃんの時所詮ポッケムリ対補填速度になりそう。え、ちょっとお願いだから山辺さんに言って変えてきてやめてって言ってきて。練習会いつも来てるじゃないですか私ってお願い。やだ。若いんでみんな3日に出るメンバー、若さで頑張ってもらいます。あれ誰だっけ、私と一緒に、私ポッキャマリ一緒に出るの誰だっけ。エリコちゃんとユキタン、エリコちゃんって強い？分かんない。あれどっちがどっちなんだっけ、前も聞いたけど。エリコちゃんはシールドなんだっけか。エリちゃん強い。あ、そうなんだ。じゃあ今日勝って今日勝ってよ。まあ相手が強かったっていうね。相手
け強いのはしょうがない。ゆり子強いんだ。えりちゃん今日シールドだったけど最後選ぶの間違えた。あーなるほどね、それは辛い。やばいマジでくしゃみ出る、すごいいっぱい。やだ、アレルギーかな。お代理の卒業公演までには直すね。鼻弱いんですよね私。あと何がいけないって、多分私前日ちゃんと寝ないとダメなんですけど、そう体調すぐ悪くなる、体調悪くなるっていうかくしゃみ止まんなくなるんですけど、昨日気づいたら3時だった。そう昨日気づいたら夜の3時だったんですよね。うん、で今日も朝早くてだからだと思う。今日があんまり寝れてないっていうのが、それが一番の原因。でも朝起きた時はめっちゃ元気だったんですけどね。なんでですか。なんでですか。夕方になって疲れが出てきた。なるほどね。え、あれかも。確かになんか今はまその今日まですごいレッスンレッスンレッスンだったし、公演レッスンみたいなのもあったりとか、ちょっと今から休憩なんですよね。何日か。出た橋本の職業病。仕事あるってなったらめっちゃ気張ってんのに、なんもないかもって思った瞬間に気が緩んで鼻むずむず人間になるんだよ。出た。うちの職業病なのこれ。もうほんと、でもちゃんと次の仕事までには復活すんだよね。えらい、それがマジでえらいけどやめてほしい。あるかなお薬、なんか鼻に効きそうな薬あるかな。喉も痛くないしマジで鼻だけなの。絶対に寒暖差とかかな、わかんない。でも花粉症ではないんですよ。アレルギー検査した時に花粉のあれゼロだったんで、全部ここだけここだけしんどい。いつも言ってる私、鼻取り外ししたいですって言ってない？今日それ。今日それの日、鼻取り外ししたい日。
アレルギー性鼻炎ではあるんですよ。いや、アレルギーないって言ったやつがあって思うかもしれないんですけど、アレルギー性鼻炎ではあって生まれ持った。鼻の粘膜は弱いって言われ続けてきました。やばいかも。くしさ、私今こんなところにさ、高級なさ鼻セレブティッシュ的なのもなんての持ってるわけないじゃないですか。だから今普通のティッシュで噛んでるんですね、鼻を。鼻赤くなりそう。やだ、でも噛まないと垂れ流し人間は嫌じゃん。そう、垂れ流し女は嫌じゃん。でも今ここにはこのティッシュしかない、硬いやつ。しかももう9時半だから、あ、9時半じゃない、もう9時だから、こっから薬局なんて開いてなさそう。ウェルシア、ウェルシア、最悪だ。言ってほしい、朝だったら。朝言ってくれれば持ってきたのに、ティッシュ。うん、したらいっぱい噛めんのに。ここで本当に今日は鼻がムズムズする日ですよ言って欲しかった。あ、一番近い薬局まだやってるわ。でも行くのめんどくさい。いいや、コンビニで鼻セレブ売ってるよ、コンビニで買えばいいじゃん。そんなリッチな発想しないんですよ、私は。鼻セレブなのに、間違えた、鼻セレブだけっていう、ん？鼻セレブでさえ高いのにコンビニで買うの？無理。みんなすごい。食べ終わる。大変美味しくいただきました。こっち、何を調べようとしたかと言いますと、あ、そう、明日はさ、コナン君見るじゃんか。
かない旅今から見ましょうって言ったら、あとおこ今からってなる。明日コナン君見て、コナン君の前に行かない旅にする。そう、今ちょっといろいろ遡ってっていうか逆算したら今日やるのが一番効率よい。そう、新作が出てるんですよ。効率よいとか言って効率で話してる、ごめん。橋本さんとコナン君見るために飲み会断った。ちゃんと、じゃあコナン君じゃないよ、今から見るのは行かない旅を見るっていう話。今日が一番マジ効率よいんです。はい、見ちゃうか新作。くしゃみめっちゃ出るかもだけど、ちょっと待って、みんなも準備してね。私も準備する。ミュートにすんの忘れてたはず。 TVer でさっき見ちゃった。え、一緒に見よう。一旦エアコン切りました。ちょ、そう、自主練してたからエアコンつけてた。え、エアコンつけてたんですけど一旦切りました。電気接触不良。始める前もこうだったんですよね。ついた。待って、みんなの方が早いって。待って待って、発表まだ何も準備できてない。よし、じゃあ20分からにします。キリがいいんで。そこまでなんかしゃべろう。あと5分待ち。今日自主練で振り起こした曲がむずくてちょっと嫌になりそう。脳トレではない。うん。でも今日で 2.5 曲振りを起こしました。2曲を起こして、あとちょっと、あとちょっと、途中まで、なんか途中まで起こしたっていうか、
雰囲気とかニュアンスは掴んだんだけど、その普通の速さでやってないって感じ。そう、ゆっくり 0. 何倍速でやったの。いろんな映像はさ、 YouTube とかドラマとか映画とかはさ、アニメとか 1.75 倍速とかで見てんのにさ、フリVだけ 0.6 倍速とかで見てる唯一私がゆっくり見るやつ。ここに溢れてる膨大な映像の中で私が唯一ゆっくり 見なきゃ分かんないやつ、フリVめっちゃゆっくりだよ。47とかだと、47の振り食いなんてもう一回も見ないんだけど、もう一生見ないんだけど基本もう 全ポジション頭に入ってるから基本的に見ないんだけど、でも47とかを 0.65 倍速 0.6 倍速とかにすると47のみたいなぐらいのスピード感の振り食いを見てます。ヘイト曲はね、もう基本なんか全然やらない曲とかあれだけど、チタバタとかやった、私さあすごないね、うちエイトなのにチタバタやらずにさ、チームエイト10周年迎えたんだけど、多分もうやらないし、10周年でやるみたいな話になったんですよ。そうというか、ちょうど11人だったから、そうジタバタやるみたいな話出たんですけど、でもなくなった。そのなるちゃんがセットリスト決めてくれて、でもなくなった。でもできないからなくていいやったことないし、10周年でそんな鬼課題できない、急なあと1分。そうだからやらなかったです。なんか私ジェルネイル、でっかいそのゴテゴテのジェルネイルしてたじゃないですか、だから爪がね薄くなっちゃって、そう表面が、だから今は透明のなんか爪をちょっとね強くするわけじゃないけど、なんて言うんだろう、爪に厚みを持たせてます、透明のやつを塗ることで。そうだからちょっとテカテカしてる。お、20分になった。それではいきます、一斉のもう一回、すいません押せない手に指紋ない、いきます、いいす、もう一回いきますね、すいませんいきます、いっせーので、いや本当にそうです、本当にスーツさんの活躍あってこそです。溶血業界観、番組からは誰も旅に行きません。もはや橋本スーツの行かない旅になってる、初冠番組初冠番組、冠コーナーはそうやってみっちゃ冠コーナーなんですけど、私の冠番組は初めて。大丈夫です、台本あればなんとなくいけますからね。でもこの台本ほとんど読んでないけど、もはやもうスーツさんの
もういろんなデータが元でなってるって感じ。え、初 MC ですよね私。やめて、やめてよ、うちのギャラうちのギャラ減らさないでください。行かない旅番組です。その名の通り、番組では誰も旅に行きません。用意した Google マップや食べログを見ながら、用意したわけじゃないけどね。はい、勝手に言ってください、もう好きにしてください。ロケ代を浮かそうと思っています。ダメですよそんな、ロケ代、ロケ代の話はアイドルにさせないでください。グルメ、 SNS 映えスポット、温泉、はい、くしゃみが出そう。かわいいよね、グレーの制服ってかわいい。ディープ秋田、なまはげなき春の男鹿半島と干拓、イエーイ。急に始まんのおもろい。でもこうやって見たらマジで秋田ってさ、山ばっかりなんだよね。こうやって見たら、泥沼興味ないよ。泥沼に興味ないって普通に。泥沼に興味あるアイドルなんてないって。おお。マジこことこことここしか、まあ、でも日本って全部そうですよね。山しかない。山多すぎ。江ノ島ありますよね。てかあるって言えないけど、ほとんど。江ノ島あれで行きましたよね。あ、江ノ島はないか。ありましたが言ったけど、あれ？私が前にテレ東さんで行ったのって何でしたっけ。箱根、あれどこでしたっけ。小田原だ。やばすぎ、嘘ついた。全国放送、全国放送じゃない、山梨放送で嘘ついちゃった。江ノ島ありました。ないです。すいません、小田原でした。江ノ島なんて行ったことありません。え、だから私はそのロケをスーツさんが見てくださって、行ったことありますよねって聞いてくださったのかと思ったんですけど、なかったです、ごめんなさい。小田原でした。江ノ島行ったことない。富山県民だし、しょうがない。うん、そこだけ真っ白、なぜか。プライベートで江ノ島なんて行かないでしょ。みんなで住もうってここに決めた、すごい、ここに決めたのはみんなここに住むんだ。
やばい、江ノ島行ったことなかった、マジごめんなさい。小鹿半島、ご飯映えスポット温泉、こっから先はちょっとびっくりするんで結構怖い。おちょっと言うの遅かった、気をつけてください、見てる皆さん気をつけてくださいって言おうとしたらちょっと遅かった。ドロドロしてる、ガチ生ハゲ、それはそれで怖すぎ。めっちゃ温泉がすごい、すごかったです。ダメだよ JR、 やめて。ANA の制服着てんだからやめて。やめてやめて。でも私はもともと日本海側出身なんで、日本海側に興味ありますよねって、もともと日本海側なんでずっと大人です、私は。やった、すごくない、こんな、なんかもう溶けちゃってる。やめてよ関節痛の話は。生ハゲちょっと怖い。そこです、そこです、正解正解、そこそこ。そうやって考えたことなかった。うんうん、え、ここですよね。ここがおすすめらしい。ここがおすすめらしいです。すごい、めっちゃイラスト屋だった、おもろい。イラスト屋。初めて聞いた、そんな料理、石入れて食べるお味噌汁みたいな。
テレビで見ます？見たことないや。理科みたいな溶血業界観。見たことあるんだみんな。溶血業界観。言いたいだけ。溶血業界観。スーツさんいつも気狂ってる。気が狂うっていうめっちゃ好きですよねスーツさん、この言葉。うわー美味しそう。きりたんぽ。美味しそう。そうでもここ泊まれないな、うちだって生ハゲ怖いもん。普通の部屋だったらいいけど。一生生ハゲおる。そう、夜寝れない。知らなかった。ゴジラ岩。すごい。ゴジラ見たことないけど、ショールームみたいに話してる。うちこの時ゴジラっぽい。ゴジラ見たことないけど。テレビ回ってると思ってない。ショールームみたいに喋ってた。ゴジラ見たことないけど。え、めっちゃ綺麗。本当にすごい。確かに、もうここら辺だといいね。うん、オーテックさん、ピトくんさん、ハートありがとう。ディスってないんですって。ディスったわけじゃないです。見たことないよって話。すごい、ちゃんと生ハゲ。めっちゃでかくない？でかいよねきっと。はいはいはい、きっとでかいよね。縮尺わかんないけど。アジト、確かにアジトです。生ハゲのアジト。男鹿半島が生ハゲのアジトだったんだ。うちらが秋田でツアーしたのってどこなんだろう。秋田市、秋田文化会館みたいなところですよねきっと。違うかな。あ、違いそう。どこだろう。あ、来た。秋田会館、会館コンサート。
なんか分かんないや、なんてとこなんだろう。ともゆきさんハートありがとう。うとうさんじいじいありがとう。言わないでそれ。いつでも会えるとか言わないで。ミッキーみたい。うん。マジでそう。会いに行ける生ハゲですね。おもろすぎる。絶景とかなのかな、もはや。もうすごくないこれ。困っちゃうよ、なんかあったら本当に終わりです。卑怯とかじゃない、もう違う違う。すごい、富山で岩瀬浜が出てくるのやばいよね。すごすぎ。直径50センチ。自己責任やばない？すごいよね、そんなの知ってんだ。行く方法がない湖。知識量やばい。頭良さそう。ガタの方。寒風山回転展望台。すごいよね。これ でしょうね、きっと。ねえ、めっちゃ綺麗、絶景。上から見たいよね、そうやって言われるとね。え、知らない。回転するレストラン、すごくない？回るんだよレストランが。
食べれんの？メリーゴーランド的なことですよね、要するに。言っちゃダメ言っちゃダメ。いわいわ。ガオさん来るよって。そうだ、育てられました。え、わかんない、パパが勝手につけたのかもしれない、ガオさん知らないけど。え、そう、マジでガオさん来るよって言われて育ってきた。そうやって育ってきました。めっちゃ怖いやん。そうやって育ってきた。だ、ダマハゲみたいな感じ。スキー大好きだからはず。めっちゃまっすぐ。ひまわりロードよ、いいね。菜の花ロード行きたい。映えそう、 SNS 映え。菜の花シフォン美味しそう。個人経営バレエ教室。スメは考えるよね。相撲ってならんよね、なかなか。突然だから周りの田んぼはきっとみんなの田んぼって感じなのかな、違うかな。だって本当にここだけじゃん、山じゃないの。横手とガタだけ。横手焼きそば食べたい。絶対綺麗だよね夕日。あ、すごい。あ、スーツさんの YouTube だってこれ。映像提供してるやん。もうなんならスーツさんの映像だけで いけるやん。行かない旅、ロケ行かなくていいやん、ほんまに。ご飯しか見てない。
でまだご飯見てないですから、もう温泉は見たけど、で映えも見たけど、ご飯はまだ見てないから。オフ大好き。チャーシューうまそう、めっちゃ。あれですよね、秋田ってせんべい入れますよね、鍋に。南部せんべいみたいな。だからそういうあれなんだろうね、そういう。お借りしました。え、南部せんべいって入れますよね。あれ、あ、青森？え、南部せんべい。大好きゴジラ岩。笑顔でゴジラ岩っていうのやばい。え、南部せんべいは、まあいいや、よろしくお願いします。あなた次第です。バイバーイ。次回奈良県。こんな場所やばすぎ。南部せんべいは八戸と岩手北部。そうなんだ。奈良もね、行ったことあるか。ありました、すいません。高校、ん？中学？中学のあれで行きましたわ、修学旅行。そう、秋田もう行ったことあって、でもただだってその奈良も行ったって言っても、もう鹿しか見てないし、秋田だって行ったって言ってもコンサートしかしてないので、そう全然なんか行ったって言えないので、もっとね行きたい、いろんなところに旅行いっぱい行きたいなって思ってます。やっぱ日本を知らないから、全然こうやって行かない旅をやって、なんか日本ってこんなところあったんだとかっていうのを感じましたね。なんかへーみたいな、知らない日本がいっぱいあって、それがすごくなんかこのロケこの収録、この旅番組、旅トーク番組収録を通してなんか知ったので、私自身もいろんなところにもっと行きたいなって思う、そんなロケ番組ロケじゃないんだけど、旅トーク番組でした。ということで、一緒に見ていただいてありがとうございました。またね、これは月曜日の23時59分まで TVer さんで投稿されているので、ぜひ何度でも見てください。よろしくお願いします。ということで、それではもうあとちょっと練習して帰ります。私も、もうちょっとだけ頑張る。確かに番組見出したら、てか多分エアコン止めたからくしゃみ止まったんで、エアコンのせいですね、確実に。はい、ちょっとこの後自主練エアコンつけずにやります。気をつけます。あとちょっとだけ頑張りたいと思います。それでは最後にランキングを読みます。
1位サプライズレバーピョンズさん、2位ギャローさん、3位ネバー、あ間違えた、3位ニャーコさん、4位ネバーストップアットアップティー。届いた、お寄ったじゃん、おめでとう。5位一条寺ひかるさん、6位すみちゃんとママピョン、お誕生日おめでとうございます。あのパパがなんかみんな14日に配信で祝ってもらってた、祝ってもらってたっていうか、まあ、軽く祝われてて、ママから LINE が来ました。パパはみんなに祝ってもらえて幸せそうだねってなので皆さんママのことも祝ってあげてください。ちなみに私やばい、スタンプ送ってない、橋本春奈のハッピーバースデーのスタンプ送ってない、送らなきゃ7位哲也とハルピョン大大大好きありがとう、8位トラックヤロアットゴリさんありがとう、9位トシさんありがとう、10位直吉さんありがとう、11位鉄道のエイトピョンズさんありがとう、12位ともゆきさんありがとう、13位マックビックさんありがとう、みんなありがとうございます。ということで、それでは、お秋田出身そうなの、小鹿半島見ました、すごい、あんなところにあんなのがっていうのがいっぱいですごかったので、ぜひ、え秋田出身ならさ、ぜひハッシュタグ行かない旅をつけて、あのいろんな小鹿半島の写真を SNS に投稿してください、よろしくお願いします。小鹿に勤務してます、えマジで行ってよ、じゃあ行かない旅ハッシュタグつけてお願いお願いお願い、ゴジラ岩とか秋田なまはげ館とかマジで行ってハッシュタグつけてほしい。あれご飯屋さんなんだっけ、精肉店の隣のラーメン屋さん、めっちゃぴったり、行血行海岸なんだっけなんちゃらなんちゃら館岩のお味噌汁鍋、えぜひハッシュタグつけて投稿してください。ハルピョンのファンの人ってあこんな行く人いるんだってなってほしい。ハマグリ食堂、そこハマグリ食堂ぜひ行ってみてください。なんかちゃんと紹介したらこうやって行く人がいるんだっていうのをこうね、あのリハックマさんに知らさないと、知らしたことできっとまた仕事が増えると思うのでぜひ小鹿半島行ってみてください。行ってみてくださいってか、まあ、住んでんのか勤務なのか、あの行かない旅で私が訪れた、訪れてないけど Google マップ上で訪れたところぜひ行ってみてください。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7456盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春菜でした。それではありがとうございました。やった、秋田出身の人見つけた。こんなにさ秋田の話をさ、こんな急にめっちゃ小鹿半島の話されると思ってないだろうね、この方も。すいません急にちょっとたまたま今日 TVer さんで行かない旅ぜひ見てください。見てくれたかな、一緒に見てなかったらぜひ TVer さんで行かない旅って調べて、小鹿半島のあれやこれなど妄想トーク繰り広げてるので、すごいめっちゃうち饒舌今ぜひ見てください。それではもうちょっと頑張ります。おやすみなさい。バイバイ。